皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ひろでございます。今日ご紹介させていただくテクニックは海外風セレブメイクのご紹介でございます。海外風セレブってどんな感じと思っている方いらっしゃいますよね。外人風メイクというのは日本人に合わないんじゃないかって思っている方もいらっしゃると思うんですけれども、そんなことはございません。日本人の平たい顔族のあなたにもお似合いになる海外風セレブメイクというのがあるんですね。どんな顔立ちの方、どんな骨格の方でも海外風セレブメイクにすることができるんです。そのやり方簡単にできますので、これからご紹介していきますので楽しみにしていてください。それではスタート。それでは早速始めていきますよ。今日はハリウッドセレブ、海外セレブのような素敵なリッチな雰囲気にするというメイクアップのパターンです。今日はもうモデルさんにはもうコントアリングを仕込んだベースメイクをしておりますので立体感が出てます。この状態にしていただくことによってこなれた印象に仕上げることができますので、もうささっと仕上げていきますので、もう1秒たりとも見逃さずにご覧いただきたいと思います。はい、では早速ですね、アイメイクからやっていきます。アイメイクに使うのは今日もベーシックにこちらのナーズのアイシャドウの3970番というこちらのブラウン系のカラーを使っていきます。でこのカラーを使う際にまず一番初めに使うのはこちらのラメが入っているタイプのこのアイシャドウ、これを使っていきます。もうね、アイシャドウをこなれてつけるパターンというのはですね、綺麗につけすぎてはいけないんですね。綺麗につけるのではなくラフにのせていくっていうのがポイントになります。で、このアイシャドウをのせる前に失礼いたしました、ベースに使うのはアイシャドウの前にチークをのせていきます。アイシャドウってアイシャドウからのせてた、はい、でもアイシャドウのベースにチークをつけてる。いえ、なんで？顔の全体的な統一感を出すためにチークを全顔に使ってからアイシャドウをのせていくと統一感が生まれたこなれた印象になる、うん、言ってる意味わかんないでしょ。やってくわよ。まず今日使うのはこちらのマックのチークを3色使っていきます。こちらの、ピーチ系のカラー、この血色ピンクのカラー、そしてこちらのヌーディーブラウンのカラー、この3色を混ぜて顔の中にペイントしていきます。ペイントっていう言い方だとちょっと難しいかもしれないんですけれども、こちらの、NARS のですね、毛量の少ない歌舞伎ブラシを使うんですね。これをまずこのピーチ系とこのナチュラル系のブロンズのカラーを2色混ぜていただいたものを、このチークボーンと言われるこの外側、骨格をもう引っ込めたいところに乗せていきます。こういう感じで、奥に引っ込めたいということは目のフレーム、くぼみも引っ込めたいということになりますので、このままブラシについたものをですね、これをまぶたのくぼみに乗せていきます。こういう感じで2色混ぜたものをくぼみにこうやって乗せていきます。ブロンザー代わりといってはなんですけれども、ちょっとリッチな雰囲気というのはこなれた印象、ちょっと日焼けをしたような雰囲気というのがリッチな雰囲気になりますので、そういった印象にするためにはこういうちょっとモーブ系のカラーとブロンズ系のチークを混ぜて全体にのせていくっていうのがポイントです。今なんとなく全体にこうやってお鼻の頭だったりとか顎だったりとか、このね、彫りを奥に引っ込めたいなっていうときになんとなくこうやってのせていくんですよ。そうするともう突然今こなれた印象になってってるの分かります？ちょっと見て、もうすでにこなれてるから。あ、本当だ、こなれてます。いい感じだな。ベースしか仕上げてないのになんかもう雰囲気がイケてるというかリッチじゃない、うん、チークはチークっていう考えがまず間違いなの、うん、こういうね、海外風セレブメイクっていうのはチークすらも全顔に使って己の骨格を、個性を引き出すっていうところまでに使うものになりますので、こうやって2色を混ぜていただいたものを、まず今度は3色、この血色ピンクをねちょっと多めにつけていただいたものを今度はチークボーンをこうやってのせていきます。こういう感じでちょっと日焼けしたような肌の上に血色を与えてあげることによって、なんでしょう、本当にねこの時点でちょっと海外セレブ風のリッチな印象になってるの分かりますか？お鼻の頭だったりとか、この鼻根だったりとか、また今度くぼみ、もうアイシャドウのベースのようにしてこうやってのせていきます。でこうすることによってもう今メリハリ美人がさらにアップデートされたの分かります？ハイライター、ローライターで一生懸命やるっていうよりは、こういう3色のチークで赤ずさの濃淡をつけながら全体的にラフにのせていただくと一気にこなれた印象になりますので、このテクニックは絶対覚えておいてください。
で、この3色、また指に取っていただいたものを今度はリップのベースということで、同じものをこうやってのせていきます。で、このマックのチークはムース状になっているので、ちょっとね、潤い効果が高いので、こうやってリップにのせていただいても大丈夫です。こうすると今ね、統一感が生まれたの分かります？見てちょうだい。あ、本当だ。この時点でいけてない？そうなの。なんか可愛いチークっぽい、可愛いイメージがあります、うん、かっこいいでしょ。かっこいいのにぬくもりがあって、なんか包容力もありながら、なんかいいとこどおり全部、なんか全部のせいよこれもそうなの。でもこなれてるのよ。そう、チークの3色っていうのはこういうね、やっぱり役割というか効果がありますので、あの1色だけで一生懸命グラデーションやってるのも難しいと思うので、3色をね、こなれた印象にのせるっていう方がなんとなくあのイケてる風になります。そしてこれで今アイシャドウのベースができましたので、ここからアイシャドウをのせていきます。アイシャドウはこちらの、グリッターラメが入っているこのモーブ系の、カラーです。これもですね、アイシャドウブラシは2本使います。こういうですね、アイシャドウをのせるためのブラシにブレンドするためのブラシ、これをつけていただいて、やはり際からこういう感じでのせていただいて、全体にアイコールにこういう感じでのせていくんですけども、あのなんとなくこうやってラフにのせていただいて大丈夫です。ラフにのせていただいたら、このブレンディングブラシでさーっとあのなんとなく外側にフェードアウトさせていくっていう感じで、あのアイシャドウの制限も決めないんですね。こういう感じでチークと混ぜながら外側へこうやってフェードアウトしていきます。で、こうするとベースでつけたチークと相まって、もうアイシャドウも骨格の一部みたいな感じで仕上がります。ちょっと見てちょうだい。すごい。素敵じゃない？ゴージャス。そうなの。なんかリッチな感じしない？リッチな感じ。そうなの。でもこなれてるでしょ。こなれてる。そう。で、同じアイシャドウをこちらのアイシャドウグラスに持ち帰っていただいて、これを目の下にサッ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 と囲ってしまいます。もうね、細かくやるんじゃないんですよ。骨格を引き出すというような感じで立体感をつけていくと、こんな感じにまた彫りが生まれるわけよ。目も大きく見えるの。あ、本当だ。パッてなる、パッてするでしょ、うん、でもなんかあからさまじゃないでしょ、うんうんうん、そうなの、いいでしょ。なんかこういうラメってみんな持ってそう。そうなのよ。できそうです。そう、皆さんがお持ちいただいているアイシャドウでももちろんできるテクニックですので、こちらのアイシャドウじゃなくても OK です。そしてアイラインをのせます。今日はちょっとね、リッチなんだけど少しミステリアスな雰囲気にも見せたいので、インサイドラインからアウトラインにかけてアイライナーを大胆に入れていきます。これまたナーズのアイライナー、ペンシルタイプになります。このペンシルタイプをインサイドからぐるっと囲っちゃう。この際はこういう感じで際をしっかりと埋め込んで、このままアウトライン、もう隙間なくしっかり色を入れます。こういう感じでサッサッサーっと入れていただいて、太く入れて OK。 そしてこのまま薬指でサッサーっとぼかし込んで、ベースにつけたアイシャドウやチークとブレンドしていきます。で、このブレンドしていただいたものをこの外にフェードアウトさせたり、今度はノーズシャドウとしてこういう感じでブレンドしていきます。こうすると自然な彫りと立体感と、ベースとチーク、アイシャドウと相まっていい感じにこなれ感があります。そして今度は目の下、上向いていただいて、最後をですね、こういう感じでしっかりと色を入れます。で、このままアウトサイド、外側にこうやって色を足していただいたら、また薬指でサッサー、そして今度は小指に持ち替えていただいてサッサー、こうしていただくとしっかりとこの奥行き感、ミステリアスな印象を引き出しながらも、あのまたね、こなれ印象っていうのをね、叶えることができます。こんな感じ。わー、すごい素敵じゃない。ちょっとね、赤みブラウンを仕込んでるので、あの怖いというよりは本当にね、そう、温かいんだけども強さがありながらもかっこよく、洗練されていてクール、そしてなんとなくモード感で引き出すことができます。強すぎず。そうよ、いいでしょう。で、ここからですよ、またこのブラシに持ち替えていただいて、同じ色を取っていただいたら、先ほど乗せたこのブラウンのラインの上にこうやって重ねていきます。もうね、同じ色で攻めていきます。で、このまま外側にフェードアウト、で、こちらも外側にこういう感じでフェードアウト。このフェードアウトの時はブラシでフェードアウトしてもいいし、こういう感じで指でサッサッサッとぼかして肌に溶け込ませるっていうのがポイントなんですね。
いいでしょう、うん、もうなんとなく今外心風味になってきてるの分かりますか。こういう感じで一個一個細かいプロセスを踏むというのはなんとなく強さが出てしまうんですけれども、こういう感じでフェードアウトフェードアウト重ねて重ねてなんとなく指でブラシでっていう感じをなんとなくをカスタマイズしていくとこういうこなれ感っていうのが出るんですよ。これで覚えておいてください。これは練習あるのみでセンスになりますので、テクニックっていうか引き算を覚えるテクニック、言ってる意味わかる。そう、一生懸命みんなやっちゃうんですよ。こっからこうで何センチ、こっからちょっと出して、そういう感覚でいるとこういうこなれメイクができないので、なんとなくこういう感じで繰り返していただくセンスを養っていただきたいと思います、この動画で。そうよ。じゃあ次は、マスカラいきたいと思います。マスカラはですね、もうこのまま、ビューラーをかけずにそのままマスカラの力でグッて上げていきますね。じゃあここで登場、こちらの 3D のマスカラです。これはコッパーブラウンのカラーなので、ちょっとオレンジっぽいカラーなの、ね、こういうねちょっと日焼けしたような肌にはこういうコッパーブラウン系のマスカラが好相性ということで、これを自然にねさらっとつけていきます。こういう感じでもうねマスカラでバチッと上げたっていう感じよりはもうサッサッサーっともともとあるまつげをそのままマスカラの力で上げるぐらいがちょうどいい。元々の毛がねすごい綺麗と回せるような乗せ方っていうのはこういう感じで、根元からこういうさっさとコーミングしながら、乗せていただくっていうのがポイントになります。はい、じゃあ今マスカラつけた状態です。でここで目元印象をもうちょっと強くしたいなっていう場合は、こちらのアイシャドウパレットのこのブラウンのカラー、このブラウンのカラーを、アイラインではなく先ほど使ったこのアイシャドウブラシにブレンドします。これをブレンドしていただいたものを際のところだけ少しだけ乗せていきます。こういう感じで、で指でちょっと動かす。もうポイントなのはですね、ブラシで綺麗なグラデーションではなくブラシにこのように取っていただいたら、もうラフにこのように乗せていただいたら指でぼかすぐらいがちょうどいいんです。指でさっさとぼかしてなんとなくボケてなんとなくグラデーションなんとなく奥行き作ってあげるととても素敵な雰囲気になります。で目元がこう強くなった時にここでさらに先ほど使ったチークブラシの先についているこのチークっていうのを目の下にもさっさとこうやってまたなじませていきます。そうするとチークとアイメイクが独立しないで統一感が生まれるので、よりお顔の印象っていうのがこなれ感アップにつながります。そして眉毛は描きすぎちゃいけないんですよ。海外のハリウッドセレブっていうのはもう眉毛も野ざらしっていう感じでも、その野ざらし感って大切じゃない。ただの野ざらしはなんかただのやっぱりビッチになっちゃいますからなのでちゃんと野ざらし感が素敵に見えるようにこちらのエテュセのマスカラをやっぱ使います。このエテュセのマスカラでさっさーとこういう感じで眉毛をですね立たせて、こういう感じでもうねちょっと野生感を少し出すっていうのもポイントなんですよ。ワイルドよ、ほら素敵じゃない。でこちらもポイントはこの眉頭からマスカラをつけていくっていうのがポイントですので、眉頭がちょっと強く、そして眉尻に向かって少しずつフェードアウトという色の濃さっていうのがあの今っぽい雰囲気に仕上がります。昔はね、あの眉毛を描くときは、眉尻からグラデーションで眉頭に薄くだったと思うんですけれども、今はですね、この毛を仕立てていただく際には眉頭が濃く、そして眉尻に向かって薄くフェードアウトっていうのが、一つこなれポイントになりますので覚えておいてください。はい、そして次にリップに行きます。で、目元を強くしたのでリップを抜くと思いきや、ハリウッドセレブ系、海外セレブ系はこれぐらいの構築的な立体感、雰囲気感、魅力感を出したらリップをさらに強くします。で、ここで強くするのにこのまたナーズのですね、このマットリップを使います。リキッドリップっていうのは簡単にリップラインを取ることができるのでリップライナー使わないと OK、 このまま直接いっちゃいます。これブロンズ系のカラーを使うんですけども、いいでしょう。こういう感じで中央からさっさと感じで引いていただいて、これを色をパッとこうやってつけたら一回パッとしていただいて、そしてこのチップの先でこういう感じでリップラインをこういうちょっとね、やっぱりブロンズ系のカラーってもやっぱりトレンドだったりするのでね、こういうの
をね、付けこなすと、ただの可愛いだけではない、そしてただのかっこいいだけではない、こなれた印象になります。で、このマットリップ、もうオーバーリップしていただいて OK なんですね。だいたい2ミリから3ミリぐらいオーバーしちゃいます。こういう感じでオーバーリップをしていただいて、なんとなくこうやって付けていただいたら、この子ですね、ティッシュで一回オフします。で、ティッシュで一回オフすると、表層の油分が取れて、さらに、ね、マットな質感になってくる。で、ここからさらに色を足していきます。そうするとね、こう深みがね、プラスされますので、このままもう一度。で、ここからお口周り。やっぱりマットリップを使いいただいたときは、口のね、リップラインっていうのはやっぱり美しくないと、それこそまた卑猥感出ちゃうわけ。なので、もうコンシーラーをね、このラインブラシに取っていただいたら、これをやっぱりリップラインにコーティしていただいて、このリップラインだけやっぱりコンシーラーで少し整えてあげるっていうのが、この海外風セレブメイクの、リップメイクのポイントになります。リップを二度塗りして、今おばちゃん出てきた。これティッシュをね、これ2枚に裂いていただいたら、この1枚を、まずですね、唇に当てるんですけれども、そこでこのフェイスブラシに、フェイスパウダーをこうやってつけます。で、そうしていただいて、この上にこうやって重ねていただいて、ここにフェイスパウダーをさっさっとやると、さらにマットな質感が素敵に見えませんか？そう。本当、これはね、マットな質感が素敵になるのと、マスクをした時にやはりこうマットリップでも油分があったりするから、そうするとマスクについてしまうので、今のテクニックやってフェイスパウダーを上から薄くベールをかけてあげると、これマスクつきません。で、こういうテクニックやってあげると、イケて素敵なのに、普段のデイリーに使えるというやり方になりますので、覚えておいてください。で、ここからさらにワンランク上、ワンランク上に上げるための、ちょっとリッチな雰囲気にするためには、こちらのですね、マックの、またこれブロンズイングの、パウダーになるんですけど、これグロータイプです。結構ね、ツヤがしっかり出るタイプの、ブロンザーなんですけれども、これを先ほど乗せたチークボーンの上に薄く重ねていただきます。これは、先ほど使ったチークブラシで OK です。これをツツッと取っていただいたら、こうね、チークボーンの上にサッ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 とこういう感じで、もう軽くで OK です。ちょっと重ねると、さらにランクアップします。で、これをちょっとまたおでこの、生え際のところにさっさってやってあげると、さらに魅力的な骨格を引き出しながら、もう自然な、なんでしょう、本当に海外の、なんか LA とかにいるような雰囲気のセレブメイクの完成です。はい。あ、じゃあ見ていただかないとね、こんな感じです。うわー、かわいい。素敵じゃない？いいでしょう。でも近くで見てもそんな熱い感じしなくない？そう、引きで見るとね、すごく立体感、奥行き感が出て、顔が強く見える。いいでしょう。いや、嬉しいわ、嬉しい。ね、海外のセレブ風メイクというのは、遠くで見るとすごく濃いような人に見える、顔が強い印象なんだけど、近くで見たら全然ナチュラルに見えるっていう、こういう、メリハリ感、なんか遠近感みたいな、ちょっとコントワー効果、立体感ということがポイントなんですけれども、こういうテクニックをプラスしていただくと、なんとなくちょっと特別な雰囲気、海外の雰囲気を醸し出すことができます。で、ここで一つポイントで忘れちゃいけなかったのが、リップが今ワントーンだったじゃない。で、このワントーンなリップももちろん素敵なんですけれども、ここからさらに奥行き感と、もうちょっとリップの質感を控えめにしたいなっていう場合、その場合はリップの色味を薄くして控えめにするんではなく、テクニックをプラスして色味を控えめにします。そのテクニックっていうのが、こちらのファットマックプラスの、こちらのリップスティック、マットのベージュになります。このベージュをですね、唇の中央にコントワーします。なんでしょう、薄いものから徐々に内側濃くすると思うんですけれども、濃いものの上にこういう薄いリップを塗っていただいて、で、ここでですよ、ポイントなのがこのブラシ、ノーズシャドウに入れるためのブラシなんですけれども、3のブラシです。このノーズシャドウに入れるためのブラシで、ベースに入れたこのマットリップと、今のこのベージュのマットリップをブレンドしていきます。こうするとですね、自然なコントワー効果を生むことが、このコントワーをしたリップの上に、このですね、資生堂のピンクベースにね、ブルーのパールが入ってるんですけれども、激イケグロス、可愛くない？
これを上に重ねていきます。唇の中央だけこのグロスをプラスすると目元のグリッターと相まってとっても素敵な印象、そして中央だけにのせることによって唇すらもコントワーにしてしまうんですね。こういう感じで横に振っていただいてチラチラっとブルーの輝き、ほら素敵じゃないですか。先ほどのマットリップだけでも素敵なんですけれども、こういうあのコントワー効果を効かせたリップっていうのはまた全体的な顔のバランスを整えることができますので、統一感によって皆様の取り入れやすい感じに仕上げてみました。はい、じゃあもう一回見てちょうだい。わーすごい、なんかさっきより唇がボリューミーになってそうなの。そう、やっぱり海外セレブ風っていうのは唇にヒアルロン酸入れちゃったみたいなリアルな人が多い中、やっぱりリアルに入れるのって怖いですよね。なので唇にヒアルロン酸入れちゃった風にするためにはこういうねリップコントワーというやり方がありますので、まずこのベースにマットのナーズのリップを重ねて、ベージュのこのマットマックグラスのこのリップを中央だけにのせる。そしてこのノーズシャドウのためのブラシでブレンドすることによって唇がなんかこう立体的にまず見えるんですよ。その唇の立体的な上にこの資生堂の、ピーチ系の、グロス、ブルーパールが入っているこのグロスを中央だけにのせるとこういう素敵な魅力的な唇に仕上がります。はい、では髪の毛を今ねちょっと下ろして完成しました。いかがでしょうか。もう激イケスタイルだと思います。本当にね、海外に行ったらこういった海外のセレブ風メイクっていうのはもう日常茶飯事どこでも見れるスタイルなんですけれども、こういうスタイルを日本でやっていただくととにかく人目を引くような素敵な人っていう雰囲気に見えますので、ぜひトライをしていただきたいと思います。じゃあ一度ねちょっと見ていただいて。素敵じゃない、いいでしょう。嬉しい、最高、いただきました。いや本当にね、こうやって僕はね今日このメイクのルックをしたのは、あの本当に彼女自身を見てパーソナリティこういうのが好きだろうな、こういうのが似合うだろうなっていうところを察知してちょっとメイク変更したんですけれども、こうやって本人がね、メイクを施して、見ていただいた時に好きって思っていただくっていうのが一番その人らしさっていうのが出ますので、このメイクがいいなと思っていただいた方はもちろん、テクニックを真似していただいて、まあ、のせ方だったりを参考にしていただければ、きっと自分の好きっていう部分を見つけることができると思いますので、このメイクは実は自分の個性の引き出し方、見つけ方という一つのルールになりますので、参考にしていただけたら嬉しいです。今日はもう喜んでいただけて嬉しいです。ありがとうございました。じゃあもう今日のこの動画がいいと思ってくださった方はこのいいね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただいてコメントいただけたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。